になっていますね。うん、さあマシン全車揃っております。どうしましたのかご協力をお願いいたします。怪我しないように気をつけてください。それではトラックレーシンググランプリ決勝 A メインです。位置について用意、選手をご紹介いたします。カーナンバー1番ポールポジションでスタートしたのが石川雅弘選手、カーナンバー2番古坂光弘選手、カーナンバー3番勝谷智明選手、カーナンバー4番今西明弘選手、カーナンバー5番太田修一郎選手、カーナンバー6番石崎紀之選手、カーナンバー7番秋元優太選手、カーナンバー8番森中広志選手です。8名の皆さんに伝えます。決勝 A メインレースタイムは40秒が経過しました。現在トップを走行するのはカーナンバー1番石川選手ですね。石川選手トップを走行するですね。健康イエローパープルピンクのカラーに鮮やかなクロスするカラーですね。そして2番手のカーナンバー7番は秋元選手です。1台挟んで秋元選手が2番手を走行、レースとブルーのカラーにこれはね、はい、トランスフォーマーのトランスフォーマーのカラー、そうなんですね。僕しかしたらここに気づくっていうのはすごいです。そして3番手3番の古坂選手がヒーローとグリーンのカラーリングの松井選手が2番、以下3番、5番、4番、6番、また1番中展開です。0歳が1分20秒が経過しました。カーナンバー1番の石川選手のマシン、左からカラフルなマシンなんですが、こちら本日見かけの長い方と今日コンプリーハンスの武器をしているということで2番達成になるかもしれないですね。この逃げ切ることができるでしょうか。カーナンバー1番の石川選手、さあレースまだ序盤戦ですが、ね、1分40秒経過しております。こちらのマシンなんですが、ここアップクラスなんですが、スタートはツーリングカーと同じものなんですよね。専用のタイヤを履いてますけども、先ほどね、ミニアトラスとかと一緒のスタートとなっております。比較的走らせやすいマシンですね。丈夫ですかね。丈夫なマシン。さあ、レースは2分経過しました。さあ、以前カーナンバー1番石川選手トップですね。そして2番手7番7番の秋元選手が 1.9 秒差、3番手7番2番の古坂選手、そして3番勝谷選手、4番今西選手、6番石井選手、5番太田選手、8番森中選手の順番です。2分20秒経過です。トップを走行するのはカーナンバー1番カラフルなカラーリングのカーナンバー1番石川選手のマシン、そしてそれを追いかけているのがカーナンバー7番レッドとブルーですね。レッドとブルーのカラーリングカーナンバー7番のマシンです。じゃ少し差は開きましたかね。現在2秒ほど差があります。まだワンミスで順位が変わりかねない状況です。レースタイム2分45秒を経過しています。残り1分15秒です。3ナンバー1番はスタートからトップを譲りませんね。さあ、うまく見えてますね。はい、このあたり前に見えたね。うまく見えてますね。さあ、スタートです。皆さん、僕なんで、ね、コンプリも上手いですね。そうです、正解を見ると、うまく見えたし、ただ、あまり決めすぎないですね。できないので感じないですね。さあ、前線が3分20秒経過しました。さあ、依然トップ1番石川選手、1番7番、3番4番、2番トップ5です。石川選手、秋元選手、勝谷選手、谷選手、古坂選手がトップ5です。さあ、6番、8番、5番、3分30秒、残り30秒、初めからトップを守っているカーナンバー1番、このカラフルなカラーリングの石川選手のマシン、残り20秒このまま逃げ切るか、それを追いかけているのはカーナンバー7番レッドとブルーのカーリングの秋元選手のマシンです。レースタイム残り10秒ほどです。さあ、残り10秒だ。最近石川選手トップをキープ、秋元選手ももう一度入ってきた。さあ、時間まもなく4分。さあ、ここで4分が経過です。さあ、8番5番と通り、そして秋元選手戻ってきて準優勝、最終コーナー立ち上がってカーナンバー1番石川雅弘選手決勝 A メイン優勝、おめでとう。おめでとうございます。今日一番コンプということでいいでしょうか。そうですね、一番コンプでしたね。